はい、それでは、発表します。まずは自己紹介からです。私は Ruby のコミッターの一人で、これから今回の話の主題であるルリマンのオーガニ、えー、GitHub のオーガニゼーションのオーナーの権限を持っている一人です。で、現在の所属は株式会社、Ruby 開発で、今回のルビー会議2022のシルバースポンサーのうちの一社です。それから、初日の最後のセッションだったトリック2022のウィナーの一番最初に発表されたジムロックさんっていう方が私の同僚の一人です。で、Twitter や GitHub では ZNZ というアカウントで活動しています。で、まずルリマと、アジェンダとしては、ルリマとは何かという話をした後に、リファレンスマニュアルの歴史の話をして、今後どうしていきたいかという話をしていきます。で、まずはルリマというのが何かという話です。ルリマというのは Ruby リファレンスマニュアル刷新計画のことで、主に2つのリポジトリで活動しています。一つはドキュメントを管理しているドックツリーというリポジトリで、もう一つは独自、そのドキュメントを扱う独自システムのビットクラストというものがあります。で、ちょっと話がそれるんですけども、似たプロジェクトに ルビマというものがあって、こちらはルビーストマガジンというものの略で、名前が似ているものですが直接の関係はありません。FAQ にこういうことが書いてあって、ネギマという漫画が流行った頃から存在しているルビースト、ウェブマガジンです。で、リファレンスマニュアルの歴史として、現在入手しやすい最古のドキュメントとして、Ruby の公式の FTP のサイトにある、ダウンロードサイトにある最古のドキュメントとして 1.4.6 時代に、多分松本さんが書かれたと思うんですけども、 RD という記法で書かれたものがここの URL からダウンロードできるようになっています。で、中の HTML ファイルのエンコーディングは ISO2022JP というものになっていて、現在の最近の UTF-8 しか対応してないエディターなどで開くと文字化けすることがあるので、内容を確認したい場合はちょっと注意が必要です。で、このうち日本語の方を元にして、RWiki というウィキのシステムがあるんですけども、そのシステムは RD という技法をベースにして使えるようになっていて、そこでドキュメントの編集を、Ruby1.6 の時代から 1.8 の時代の途中にかけて行っていました。で、この RWiki は RD の記法をある程度拡張していて、いろいろオリジナルの RD にない機能もありました。基本的には RD そのままで処理できるような記法になってました。で、1.8 時代に、Ruby リファレンスマニュアル刷新計画というものが始まって、その時にルリマという名前も始まりました。で、ビットクラストは、元々の RD とはちょっと違っていて、元々の RD はインライン記法といって、HTML のいろんなキーボードとか変数とかのマークアップに対応したいろんなマークアップがあったんですけども、そういうものには対応していなくて、別の独自のプリプロセッサーなどに対応しているものになります。で、もともとの RWiki などが使っている RD ツールという RD の処理系があって、そちらは今はメンテナンスフェーズで、特に大規模な変更とかは入っていない状態で、今でも使うと、普通に使えるものになっています。で、ビットクラストのシステムの方にその RWiki で
編集されていたドキュメントを取り込んでルリマプロジェクトというのが始まりました。で、ドキュメントを配布などする関係もあってライセンスが重要なのですが、その R域での編集作業を始めるにあたってあらかじめ編集フォームにライセンスの同意事項を書いておいて、将来ライセンスを変更したくなったら今はなくなってしまった RubyEastML っていう、ちょっと Ruby の ML によくあるようなあんまりよく名前のない名前のメーリングリストなんですけども、そういうのがあって、そこで同意を取ればライセンスを自由に変更できるというライセンスにしていました。で、そのメーリングリストでの合意に基づいて現在はクリエイティブコモンズのライセンスになっていて、そのライセンスとしてドキュメントを使えるようになっています。で、ビットクラスト時代にいくつかドキュメントの改善事項がありました。一番大きい変差分として一番大きい変更は、ドキュメントはもともと EUCJP というエンコーディングで書かれていたんですけども、もう時代は UTF-8 が主流になっていて、 GitHub 上でも EUCJP のドキュメントは文字化けして差分なども見にくいということがあったので、一気に UTF-8 にある時点で変換されています。それから、ハッシュアットマークっていうプレフィックスが、ビットクラストのプリプロセッサーのプレフィックスなのですが、そのプレフィックスを使った機能の一つとしてサンプルコードの色付け機能が追加されました。それを使って、サンプルコードの色付けがされています。それから、初期のビットクラストからある機能として CHM、Windows の HTML ヘルプというもので、最近だとだんだん使われなくなっている機能なんですけども、そういうものへの出力も対応していたり、 EPUB の出力も対応していたりします。しかし これらの機能を利用しているという声を聞かないので、現在でも使える機能なのかは確認が取れていません。もし動かないのなら、何らかの貢献をしてもらえるチャンスがあるのでよろしくお願いします。で、デフォルトの出力としては現在は静的な HTML になっていて、そういう HTML ファイルが、Ruby の公式のドキュメントサイトである docs.rubylang.org でも使われています。次に今までのが、過去の話で、これからは現状の話になります。で、ドキュメントの改善のサブプロジェクトがいくつかあったんですが、そのうちの一つ目として、コピペ可能なサンプルコードを整備するというプロジェクトがありました。それから、先ほど紹介したプリプロセッサーのサンプルコードっていうのを使って、サンプルコードに色がつくように書き換えていくというものがありました。それらのサブプロジェクトは、手を動かしてくれる人たちが忙しくなってしまったからなのか、ほとんど終わったからなのかはちょっと確認できていないのですが、現状はほぼ止まっています。で、ドキュメントの内容の方についてですけれども、新しいバージョンの Ruby のサポートについては、メソッドの変更は、例えば新しいメソッドが追加されたとか、メソッドの引数が変わったとか、機能が変わったとか、メソッドが削除されたとか、削除はあんまりないですけども、別のところに移動したとか、そういうものはある程度サポートできていて、文法の変更など、例えばパターンマッチとかアンドドットとかドットドットドットなどの
そのあたりの機能は、どこに書くのがいいのかとか、そういう問題もあって対応は遅れがちになっています。で、その、先ほどの歴史の方でちょっと紹介した、いくつかのサブプロジェクトのプルリクエストが溜まっていた時期があって、それをどうにかしようという思いもあって、鹿児島ルビー会議01という、地域ルビー会議の懇親会の時にポッケさんやハナチンさんという方と一緒に話をして、毎週火曜の夜にプルリクエストのレビューなどを進めていこうというオンラインのミーティングを定期的にやろうという話があって、しばらくそれをやっていました。で、ある程度プルリクエストが減ってきて、プルリクエストの作成など他のこともやるようになったので、ルリマ黙々会という名前に途中で変えたんですけども、もう、それも現在はあまり活動できていなくて、コンパスでイベントを最初の頃は立てたんですけども、現在は、スラックの方で通知が出るだけで、そのタイミングで何かできるようだったらやるという感じになっています。で、先ほど話したように、スラックのチャンネルなどもあって、そういう状況なので、現状を確認して作業が必要な部分を調整してくれる人がいると助かります。興味があれば、GitHub の主にドックツリーの方のイシューの方にで連絡をしてくれるか、あと、RubyJP スラックのルリマチャンネルというのがあって、そこで何か話を振ってもらえると何らかの反応ができると思います。で、これからは、この後、最後には現在の短期目標と中期目標、長期目標の話をします。で、一番重要視している短期目標としては、現在 RD という記法で書かれているドキュメント、 RD ベースの記法で書かれているドキュメントをマークダウンベースの記法に変更したいということを考えています。その理由として、マークダウン記法は現在最も多くのユーザーに一番親しみのあるマークアップ記法かと思うということと、それによって RD 記法がよくわからないからコントリビューションに躊躇している人のコントリビューションも増えるかなという期待があります。で、先ほど言ったようにプロセッサーなどいくつかの機能があるので、いくつかのマークダウンにそのまま変換できない機能があるので、現在その調査をしています。で、現在の記法の例なんですけども、これは アレークラスのファイルの中にある一番最後に書いてあったメソッドなんですけども、ハッシュアットマークので始まる行がビットクラストのプリプロセッサーになります。ハイフン3つで始まる行が RD のメソッドリストという機能になります。で、この例だとハッシュアットマークシンス 3.1 ということで、 3.1 から追加されたアレイインターセクトというメソッドの説明を書いています。で、ハイフン3つの行がメソッドリストなので、そこでメソッドの呼び出しと返り値が書いてあります。そしてサンプルコードの
ところで、Ruby のコードとしてサンプルコピペ可能なサンプルコードが書いてあります。で、フルプロセッサーの進出とサンプルコードは、ハッシュアットマークエンドの対応するハッシュアットマークエンドの行までになっています。で、フルプロセッサーをマークダウンに変換するにあたって、必要な機能として先ほどのシンスのようなバージョン分岐や、他のファイルをインクルードする機能があります。それらを変換するにあたって私が気にしていることは、それらの拡張機能、プリプロセッサーの機能を変換したものがエディタで編集するときに何らかの拡張のサポートを、拡張機能の、エディターの拡張機能のサポートを得られるかどうかや、拡張した記法を使ったときに、既存のマークダウンプロセッサーで何か変なことが起きないかっていうことを気にしています。そういうことを気にして、どういうものに変換すればいいかというのを調査中です。で、次にメソッドリストをどう変換するかなんですけども、現在のメソッドリストの記法は基本的にはメソッド定義のデフメソッド名括弧引数に合わせた書き方になっています。特に、キーワード引数などもキーワード引数などはこの緩い決まりでうまくいっているんですけども。特にブロック記法、ブロックを受け取るメソッドについての書き方がはっきり決まっていないので、ブロックの書き方として、ブレースの中にドット3つで書かれていたり、中身がブロックと書かれていたり、アンパサンドブロックと書かれているなどの表記揺れがあるので、このあたりも将来的にはどうにかしたいなと思っています。で、返り値の方も一応、先ほどの例だとブール、トゥルーかフォールスという意味ですけども、そういうようなのが書かれているんですけども、特に、機械処理可能な書き方を目指しているんですけども、特に機械処理としてはあまり有効活用されていないので、そのあたりも将来的には何か有効活用できればいいかなと思っています。で、他のシンタックスとしては先ほど出てきたサンプルコードというのがありますが、これは基本的にはマークダウンのコードブロックに変換すればいいかなと思っています。それから、ビットクラストには、リンクとリファレンスの機能があるんですけども、それはマークダウンで何にすればいいのか考え中で、例えばレフコロン何らかのラベルっていうのが別の場所へのリンクになっていて、リンク先としては A コロンラベルというので見出しの行にそういうのをつけておくと、そこがリンク先になるというのが同じファイルだとできるようになっています。で、別のファイルの場合はレフで C コロン GC っていうのはクラスやモジュールに対するリンクなんですけども、その後ろにシャープでアンカーにしているラベルというので別のファイルにもリンクできるようになっています。このあたりをマークダウンに変換するときにどうすればいいのかというのも悩んでいるので、何かアイデアがあればどこかで連絡をいただけるとありがたいです。で、他の短期プランとしてはビットクラストのリポジトリやドックツリーのリポジトリには古くなっていてもう使われていないファイルがいくつかあるんですけども、例えばチェンジログなどはもう現在は Git のログでいいかなと思って積極的には更新していないので、もう消してしまってもいいかなというものがあります。他にセットアップ RB という、昔ジェムがなかった頃に
インストールに使うためのプログラムがあったんですけども、そのあたりのファイルも現在は使われていないので消していいのかなというものがあります。他に、ビットクラスにツールズというディレクトリがあって、そこにいくつかの便利ツールがあるのですが、それがまだ使えるのかどうかなど、そういう状況も不明なので、できれば整理したいなと思っています。で、マークダウンの変換にともう一つ並んで最重要だと思っているのが、ルリマ関連のツールの使い方のドキュメントがや、ドキュメントの書き方などのドキュメントが不足しているということが挙げられます。これも最重要課題だと思っているので、コントリビューターを増やすために改善したいと思っています。それから、再現可能なビルドですけれども、現在は基本的にドックスなどそれぞれの環境でそのままビルドするようになっていて、再現可能なビルドとしてはバージョンごとの分岐とかをもうちょっと何とかしたいなと、バージョン、サンプルコードの色付けが実行する Ruby のバージョンに依存しているので、そのあたりを含めて再現可能にするためにバージョンごとにコンテナの中で実行するなどして、再現可能なビルドをもうちょっと進めたいなという思いもあります。で、中期プランとしては、他のソフトウェアとの協調をもっと進めたいと思っています。例えば RBS との協調を進めて、型のチェックとの、整合性を見るとか、そういうことを進めたいなと思っています。メソッドリストの記法が RBS と一対一対応するような内容になっていないので、そのあたりも含めて考える必要があるので、短期プランではなく中期プランになっています。それから IRB との連携もそのうちできればいいなと思っています。現在はメソッド名の保管の時にタブを連打すると RDoc のドキュメントが表示されるようになっているんですが、そこに RDoc の代わりに日本語のドキュメントが表示される機能も追加されればいいなと思っています。で、他の機能としては、こちらはドキュメントの表示サイトの話ですけども、実行可能なサンプルコードが増えてきたので、それを Zoom を使ってウェブブラウザー上で実行を試せるようになるといいなという話があります。すでに実験的な実装は花珍さんが実装してくれていて、これはプルリクエストになっていないんですけども、すでに実装すれば可能ということが分かっています。そして最近イシューが作られたので、興味がある方はそこのイシューで議論に参加してみてください。で、それから、先ほどのチェンジログなどと違って、ライブラリなどのドックツリーの中身の方にも古いものがあって、例えばもう現在はバンドルされなくなったライブラリのドキュメントや、バンドルされなくなったので古いまま残されているドキュメントなどもあるので、そういうものは新しいバージョンでは生成しなくなるするとか、すでにいくつかのライブラリのドキュメントではないですけども、古いドキュメントはヒストリカルドキュメントという別リポジトリに移動しているので、そういう感じで別の場所に移動して
現在はもうメンテナンスする必要がないものとして分離したいという思いがあります。で、最後に長期プランですけれども、国際化対応ができればいいなという思いがあります。これは、RDoc とルリマプロジェクトのドキュメントはもともとの出自が違うのでいろいろな点で異なっていて、マージするのはちょっとかなり難しいものなので、ドキュメントとしては どうするのかっていう話もありますし、あとシステムとして個人的にはゲットテキストベースがいろんな言語に対応しやすい、いろんな自然言語に対応しやすいんじゃないかと思ってるんですけども、そのあたりも何も具体的な案はありません。それから、翻訳するにあたってベースは英語の方がいいので、結局ルリマプロジェクトとしての国際化対応はなかなか遠い将来の夢としてそう簡単にはできないものかなと、できないものではないかなと思っています。で、最後に、短期目標としては一番重要なものをもう一度挙げておくと、コントリビューターを増やすために RD ベースからマークダウンベースにしますと。これはもう私が取り組んでいるので頑張ってやっていきます。それから、ユーザー向けのドキュメント、システムのドキュメントシステムのユーザー向けのドキュメントも増やしていきます。で、中期プランとしてはユーザー向けのいろいろな改善をしていきたいと思っています。で、いろいろ歴史的な問題がたくさんあるので、そのあたりも徐々に解決していきたいなと思っています。そのようにいろいろ大変なことが多いので、貢献の意欲がある方はぜひ GitHub で連絡をいただけるか、 RubyJP Slack のルリマチャンネルで連絡をいただけると助かります。以上になります。ありがとうございました。